勲章元は淡水に住む緑層の一種である。複数の細胞が平面的な定数群体を形成しており、その勲章のような形状からこの名が付けられた。水田や池、沼などに広く見られる。群体は単細胞層類としては大型で、直径は数十数百マイクロメートルに達する。また群体は運動性が小さく、普及型の光学顕微鏡でも、 十分に観察が可能である。そのため、小学校、中学校の多くの教科書や資料集に登場するほか、教材として、顕微鏡観察の代償に選ばれることもある。様々な勲章も、ヘッケルのカンストファーメンデアナチュアより、複数の細胞が定数群体を形成する。細胞数は 2n であり、8から32細胞程度の軍隊がよく見られる。 細胞数は同じでも、複数の異なる形状の軍隊が知られており、例えば8細胞では6細胞が外周、2細胞を内側に含むものや8細胞すべてが外周に配列したリング型の軍隊などがある。また、同じトポロジーでも、細胞間が密に接した軍隊を作る種と感激の空いた軍隊を作る種がある。いずれの場合も細胞は細胞壁で接着し、 互いの位置は変化しない。軍隊の内側と外側とでは、細胞の形状が異なっており、H 型から扁平な多角形まで様々な形状の細胞がある。特に災害臭に配列する細胞は、突起を持つ場合が多く、その本数が分類形質の一つとなっている。ただし勲章もは、環境の影響による形態変化が大きいため、 形態のみに基づいて種を分類することは難しい。平面的な定数群体を形成する緑層としては、他にボルボックス目のゴニウムがあるが、ゴニウムでは、個々の細胞が球形から楕円形であること、群体が運動性に富むことなどから容易に区別できる。また4細胞の勲章もでは同じく緑層のテトラストラムに似るものもあるが、これも、 細胞の外縁が丸みを帯びる点から区別できる。軍隊を構成する細胞はセルロース製の二層製の細胞壁を持っており、ここには計算室が多く含まれている。細胞内には葉緑体を持つ。葉緑体は一個であるが細胞全体に広がっており、したがって細胞全体が緑色に見える。光合成色素としてはクロロフィル A、B を含む。 栄養細胞は多角体であり、複数の細胞核を含んでいる。ただし、光学顕微鏡で明瞭に観察される、細胞中央の球体はピレノイドであり、細胞核ではない。このピレノイドの周焉には、α1 から4型のグルカンが蓄積されており、澱粉症を形成している。ピレノイドは、通常1個であるが、複数個を持つ細胞も見られる。生殖時には、 二本の弁毛を持ったクラミどもなす様の有層細胞が出現する。右側から下側にかけ、生殖が終わって細胞質が抜けた軍隊。無償生殖と有性生殖の両方が知られる。無償生殖時には栄養細胞の一つが細胞分裂を行い、最終的に娘軍隊を構成する細胞と同数の有層細胞を形成する。 この有層細胞は日本弁務を持っており、栄養細胞の細胞壁内を遊泳する。親細胞の細胞壁は、膨大して脳状態となり、遊泳細胞はこれに包まれたまま集団で遊泳する。遊泳細胞群は、親細胞の群体から離脱すると短時間で、遊泳脳を失い脳状態に包まれたまま集合し、規則正しい娘群体を再編する。 娘軍隊は再び生殖可能な大きさとなるまで栄養細胞として生活する。この無症生殖のプロセスは軍隊全体で同期はしないため、成熟した軍隊では部分的に細胞質が抜けた部分が見られることがある。有性生殖時には無症生殖時よりも小型の有層細胞が形成される。配偶子は同型配偶子接合を行うので、 接合型による代償関係は存在しない。接合した有層細胞は接合子となり肥大化する。ある程度大きくなった接合子は原数分裂を経て有層細胞を生じ、これが再び接合子を形成した後に再度有層細胞となる。この有層細胞は細胞分裂を繰り返して新たな軍隊を編成する。また、 有層細胞がさらに4段階目の有層細胞を形成し、そこからようやく栄養細胞の軍隊が形成される場合もある。ピディアストラム属は20種ほどが記載され、さらに数百の亜種、変種が存在する。このうち日本で見られるものは4種とも10種とも言われているが、正確な数は定かではない。 古くは上述したような細胞形態に基づく分類が行われていたが2005年のブハイムラの論文では分子系統解析によってピーディアストラム属自体の単系統性が否定されているこの論文ではアミミドロカに親族を追加するに伴いピーディアストラム属をパラペダイアストラム属とスーデピーディアストラム属に分割することが提案されている ピディアストラム SP ピテトラズありがとうございます。